源氏物語についてですね、ちょっとこうズームで、講義して、そしてそれをですね YouTube に上げて、源氏物語に対する私の解釈を、まあ、広めていこうということなんですけど、まあ、いずれそれを、まあ、まとめまして、本にもしたいなと思ってるんですけど、まあ、私の解釈が、まあ、ある程度こう受け入れられるかどうかということで、ちょっと源氏物語、何しろ54条ですか、すごいもんですから、それを、まあ、一気にっていうわけにいかないんで、まあ、ぼちぼち入れていきながらですね、まあ、その創意工夫してできたら、まあ、それ、まあ、理解を広げていけたらですね、本にしたときに、まあ、ある程度、読まれるんではないかなということでね、まあ、今あの岸和田剣道大学というところでね、あの大学って言っても、市民講座みたいなものですわ、年に 2回3回、まあ、多い時4回ぐらいでもやる時ありますけど、こうやってもう10回ぐらいはやってる、12回ぐらいはやってますから、まあそこそこあの評判はいいっていうか、反応はいいんですけれど、まあこれ全あのやっぱ岸和田っていう地域だけではなくて、これまああの YouTube やったらもう全世界の人が見れるわけですから、英語で入れなきゃいけませんけど、そうなったらちょっとね、現地の物語英語で入れるのは至難の業ですからできないですけど、まあ、そういうことでね、あの入れていきますね。これ、そう入れ方やる問題はね、画面の共有をするんです。これね、これを押して、で、まあ、共有を押すわけですよね。まあ、画面、これはあのこのやり方やるとね、あの僕の顔は隅に映ってしまうんですよ。で、画面がこう、でそれでなんか隅で喋ってるような感じで、なんか、まあ、それより堂々と前で喋れというのもありますけど、だから時々前で喋るというふうにもやっていった方がいいのかも分かりませんね。これまだまだ慣れてないんでね、このやり方自体に。その Zoom を使わずそういうことになっちゃうんですよね。で、これを、そんなおしゃべってる時間ない。あれ？あ、これですね。これを、こう、最初のとこ持っていって。要するに、ウェブマガジンプロメテウスというところに、まあ、掲載していっているんですよ。ウェブマガジンプロメテウスという。雑誌がありまして、まあ、ウェブマガジンプロメテウスっていうので、やったら検索したら出ますから、そこに、まあ、源氏物語の大公開ということでね、載せていってますんで、テキストを。で、第1回が、あの、本居宣長の、源氏物語玉の緒串というのを題々にして、本居宣長の解釈でいいのかと、その問題点などをこう取り上げてる。これまあわりかし量が多いから、これ1回でできるかどうか分かりませんけれど、何回かに分けてでもこう YouTube には入れようかなということでね、まあ、ご存知のように宣長は物の哀れでに尽きるというのが源氏本居宣長の
源氏物語解釈ですね。まあ、ここにあの見出しの隣に短歌入れるようにしてるんですけど、それも僕のまあ文体みたいにある程度してるんですけど、ね、で、ああ晴れと心動きてふともるる嘆きの声と哀れなりかしと、ね、まあ哀れっていうのは どういうことかというと、感動した時にああ晴れああ晴れああ、あれ何みたいな感じですね。で、その感動の声が哀れっていう言葉の元々の意味やから、あ、何も悲しい時だけ哀れなんではなくて、嬉しい時でも哀れであるし、まあ、どんな時でもですね、びっくりって言うとおかしいですね、心が動かされた時には哀れっていう、あれ何みたいな感じで、哀れということがある。ただまあ主な意味として、哀れやなかわいそうという意味で使うことが多いのは、まあ、そういう時に一番心が動くから、動かされるからという説明ですね。現にさもあらんと哀れを見せと言える、これ源氏物語の眼なり、眼ということは、まあ、目やから中心という意味ですね、中心だよという、端木という言葉がありますよね。これが玉のおぐし、玉書いてのですね、これがね、おぐし、だから、この物語は死か物の哀れを知らしむることを胸中心へと書きたるものなり、これなおをなお奥に、なお奥じゃないですよ、なお奥に、まあ、それより、奥に何か別には詳しく、なお奥に別には詳しく言うべしということですね。こうだという。このことはなお奥にというのはずっと後でということですね。別に詳細に説明しますと。まあそういうことが書いてるわけです。これが源氏物語、玉の産むしの原稿ですね。で、ここで隣に四分要領って書いてるでしょ。で、これ最初四分要領って書いてたんですよ。で、書き直して、源氏物語、玉の産むし。だから、四分要領で一回発表してるかなんか、そういうの書き直して、玉の産むしにしたよ。ということがわかるわけ。で、物の哀れを知るということ、まずすべて哀れというはもと、見るもの聞く、見るもの聞くものを振るることに心の感じて出る嘆きの声にて、今の世の言葉にもああと言い晴れというこれなり、例えば月花を見て感じて、ああ見事な花じゃ、晴れ良い月かななどという、哀れというはこのあと晴れとの重なりたるものにて、漢文にあなどある文字をあと読むも、この漢文にこの泣く呼ぶやね、ある文字をあと読むもこれなりと、古言にあなまたあやなどと言えるも、言えるあも同じやとですね。またはやとも、はやとも、ははもとも言える、はもかの晴れのは とは同じと、また後の言に、あつ晴れ、だからこれあっぱれやね、というもああ晴れと感じる言葉にて同じことなりと、
物の哀れを知る、あ、これは訳してるんですね。もう、あ、重複になる、そういうことですね。同じことです。これ同じですね。だから、あっと驚くためごろというギャグがありましたね。映画にもなってるぐらいから。あっと驚くためごろとか言ってましたね、なんかね。このクレイジーキャッツですわ。古い話だね。クレイジーね。都町長とか出てますよ。ね。谷圭也、これ。あ、花はじめとクレイジーキャッツ。ということ。また、後のように、哀れというに、愛の字を用いて、ただ、悲哀の意図のみ、思うめれど、哀れは悲哀に限らず、この話さっきしましたね。嬉しきにも面白きにも楽しきにもおかしきにも、すべてああ晴れと思われるものは皆哀れなり。されば哀れにおかしくとも、哀れに嬉しくとも連ねて言えり、そうはおかしきにも嬉しきにもああ晴れと感じたるを哀れと言えるなり。ただしまた、おかしき、うれしきなどと、哀れと迎えて言えること、おうかるは、人の情のさまざまに感ずる中に、うれしきこと、面白きことなどには感ずることは深からず、ただ、悲しきこと、うきこと、恋しきことなど、すべて心に思うに、はかな、思うに、はかな、はん、かなわずやね、かなわぬ筋やね、思うには、こうやね、ちょっと読み間違えましたね、すべて心に思うには、かなわぬ筋には、感ずること、うまいこと言いかへんときにこそですね、感ずること、こよなく深き技なる、ゆえに、しか深き方を取り分けても、哀れと言えるなり。だからまあうまくいかない、時にこそ思いは強いということで、まあ、そういう時にだから悲しい時、哀れな時に哀れ、ああ晴れと言うんだということですね。まあ、そういうことだね。これは翻訳ですか、一緒ですわ。だからね。で、まあ、そういうことで、喜怒哀楽、どんなことでも、ものの哀れということが言えるんだということですね。で、哀れはそうなんですけど、ものの哀れって言いますよね。そのものがつくなんてどういうことなのかということでね。ものというは、言うをもの言うと。語るを物語る。また、ものもので、物、見物、物見、物意味、ね、物もで、物見、物意味など、言う類のものにて、広く言うときに添える言葉なり。さて、人は何事にもあれ、感ずべきことに触れて心動かず、感ずることなきを、物の哀れ知らずと言い、心なき人とは言うなり、物のわきまえ心ある人は、感ずべきことには、物ずから感ででは得あらぬ技なるに、さもあらぬは何とも思いわく方なくて、必ず感ずべき心を知らねばぞかしと。ということで、この物何々っていう言い方のものはどういうことかっていうことを、まあ、説明しているわけですけど、だから広く言うときにね、まあ、いろんなことについて言うから、まあ、一般に、物事について語ることを物言うというということですね。で、いろんなものを、
いろんなものや、いろんな観光地なんかを詣でますね。詣でるので、一箇所だけ行くわけじゃないけど、いろんなとこ行くから、それを物詣でという。ね、物見っていうのも、物を見るわけですけど、一箇所見るんじゃなくて、いろんなものを見るので、物見っていう。で、まあそういうふうに物をつけて、広く言うときに添えるということでね。で、哀れを知るということも、一つ一つの哀れをするだけじゃなくて、どんなことについても、まあ、哀れを知るということですね。そういう、いろんな物事に触れて哀れを広く感じる人を、物の哀れを知るというわけで、あることだけにしか感じないっていうのは心なき人やと、物の哀れを知らぬ人ということになりますね。だから、物事にこの敏感っていうか、感じられる人と感じられない人は、特殊なことだけ感じる人もいますよね。もうその他のことは全然鈍感っていう人もいますけど、でもまあ宣長が言いたいのは、一般に物事についてこの哀れを知るということやね、それが大事ということで、そういうことを言いたいわけですね。だからそれからの古代では、その物にはまあいろんな意味があって、二面性があったということがあります、ね。で、物のべしって言いますけど、物がついてるでしょ。で、これは新谷早日を祖先神として祀ってるんですけど、その物のべしの物は、物っていうのはね、魂の意味もあるんですよね。で、もう一方で武器の意味もあって、物の武士は軍事的にも非常に重大な戦力であったし、それから物を祀るというか、神々を祀るわけですね。だからその物の部は、要するに神々を祀る仕事をして、いろんな神社を作ったわけです。もちろん、新谷早日が祖先神から、それを一番祀っていくわけです。まあ、物のべしっていうのは、両面あったということですね。物っていう。で、物は神霊の意味があって、物の毛、つき物とか、霊的な意味があったということ。霊という言葉は古事記では出てこないんだよね、本文には。でも、まあ、この、魂という字を使ってますよね。で、他方、この、物のべしは、さっき言いましたね、兵器の意味し、兵器も意味している。だから、まあ、普通、正反対みたいで思われてますよね。霊と、武器ね、両方とも物と言っとったということでね、だから物概念が違うわけですよね。全然その物質と霊魂という対極のもの、両方とも物いう言葉で、日本人は和人は言っとったわけですよね。だから、ちょっとユダヤ教やキリスト教やイスラム教なんかやったらね、物を言うたらやっぱり物体を基礎において考えますよね。物体で。だから物なわけですけど。で、霊魂とかは物じゃないってこうなるわけだけど、そうじゃないんですからね、日本の場合は。まあ、そういうことでね、物っていう言葉の、奥行きも深いと、
物の哀れは経験に伴う感情ですので、物は経験以前の物質と、いうより経験されたものの意識ですと。経験する前のものじゃなくて、あくまでも経験やね、ものというのは経験されたものの意識、つまり喜怒哀楽で捉えられた対象、それがものである。とだから経験したものがものなんで、経験に現れる前の物質みたいなものとは思ってないということですね。まあそういうことで、ものの哀れのそのものというのもですね、広く言う意味のもの、ものとものというのがあり、で、霊という意味もあり、まあ、物体という意味もあるということでね、いろんなものについての哀れっていうことですね、引き起こされる、それがものの哀れやということでね、まあ、そういうことを頭に入れとけば、ある程度物事について感動するということが物の哀れということでね、それが源氏物語はその物の哀れについて書いてるんだっていうわけなんですけどね。まあそれは物語っていうのは物が最初から物語とは物について語ってるわけですね。何らかの対象について語ってるというんですね、物語ね。そういうことでその物語、ものについてのお話だということでね。で、そこで哀れを感じる、それが物語ですからね。哀れを感じるようなお話が大体物語になってるわけ。何も感じひんような物語っていうのはね、言っても聞いてくれないでしょ。だから感じるようにできてるわけですわ。だから物語のテーマっていうのは、物の哀れやと言ったら、別に源氏物語だけがそうじゃないですよね。すべての物語は、物語である以上、物の哀れを語っているわけですね。だから源氏物語のテーマを物の哀れやと言うたら、そんな一般論すぎますよね。そこに、まあ、宣長の物の哀れ論の問題点があるということを言いたいわけなんですね。で、源氏物語は完全懲悪の書にあらずと、ね。行員を乱し、玉石君なれど、哀れ知れりと、栄が極むやということですね。これは どういうことかというと、天皇家の種やね、後院っていうのは、それを乱し玉石っていうこと、要するに天皇の血統を乱したということですね。というのは、藤壺っていう女房と関係結んで、できた子供が天皇の子供やいうことにして、で、その子が結局皇太子になり、天皇になってしまったっていうお話が入っているわけですね。だから行員を乱したまえたというのは源氏、光る源氏です。でも哀れを知っているとから栄華を極めたんだということは、どういうことかというと、行員を乱すっていうのは最悪ですわね。最悪でも極悪人やからね。でもそれでも物の哀れについてよく深く知っているので、そういう人こそ良き人であるということで、栄誉を極めたんだろうかと、こういうことですね。そんなえげつないなと思うかもわからないけどね。で、宣長はその物の哀れを知らしむことを、テーマにしたというわけでね。
だから仏教とか儒教の、まあ、教えに基づいて書いたんではなくて、物の哀れを知らしむる。だから完全懲悪を説く書ではないですよと。物語は呪物などしたたかなる道のように迷いを離れて悟りにいるべき乗りにもあらず、乗りっていうのはまあそういう方法というかね、にではないと、悟りに入るためのものではないと。また国をも家をも身をもおさむべき教えにもあらず。だから国や国家や家や身を治めるにはこうしたらよろしいという教えを説いたものではないと。ということですね。物語というのは、その迷いを離れる、仏の道に入るための教えでもなければ、国を治めたり家を整えたり身を治めるための学問、倫理、道徳というようなものではない。物語はね、そういう物語もあっても、まあ、もちろんいいわけですけど、その歌物語に始まる日本の、物語はそういうもんじゃないんだよと。ただ世の中の物語なるがゆえに、猿筋の善悪の論はしばらく差し置きて、差しもかかわらず、ただ物の哀れを知れる方の良きを取り立てて良しとはしたるなり。だから、ただ世の中の物語ですから、権威ある猿筋の善悪の論、権威ある筋からの善悪の論はしばらく、置いてと、ね、さしもそうであるにもかかわらず、ただ物の哀れを知れるということが、まあ、善悪の問題は置いといて、物の哀れを知る方が良い人だよということを記したものが物語ということですね。まあ、そういうことでね、自然の美しさに感動して人の悲しみに心震えるということがあるので、心が通い合うと。その共感によって喜びを分かち合い、悲しみを分け合うことができるので、物の哀れを知ることは事物の善悪はさておいて、それ自体で良きことだという趣旨であるです、ね。で、この物語の本意を完全懲悪と言い、ことに公職の戒めなりというは、ね、いみじき日がごとなり、あちらは日がごとじゃない、いみじき仕事し無理ということですね。無理なことであると。作り主の心、さらに、ね、去ることにあらず、作り主っていうのは、当然創作者紫式部、ね、また読む人もさらに去る戒めにはなりがたしと。村上式部もそういう完全懲悪を狙って書いたもんじゃないし、読んでも完全懲悪なんかならないよと。そのゆえは、まず源氏の君をばよろずに優れて良き人の本に、本って見本やね、見本に作りたれば、民人もこの君の仕業心を何事もよしと心得つべしと。まあ、だから源氏が良い人の見本に書いてんやったら、まあ源氏のやってることはいいことかなということですね。しかし、しかるにこの人、ことに恋の乱れ多く、
現状はね、恋の乱れが多い。中には類なき不義あるを。だからその恋の相手がですね、不義三つにあたるような場合もあると。さっき言った不実母なんかそれね、帝の二王子を関係して、帝の子を産んでいる。帝の子じゃないよ。関係して子供を産まして帝の子だということにしているわけですね。そして自分の子を結局天皇にしてしまっているわけですよね。これはもう不義の中でもめちゃくちゃ不義ですね。最悪ですね。不義あるを民人はかかる良き人にだに去る振る舞いのあなれば何か苦しからんとように思う心こそ月もすべけで。まあだからこの人いい人やから、物事を物なり感じるいい人やから、まあそんな天皇の女房に手を出してですね、子供を産ましてその天皇にしてもということですね、別に構えへんというように思う心こそついてしまうかもしれない。そんなことめちゃくちゃですよ。天皇の子供やいうことにして自分の子供を天皇にしちゃうわけ、まあ、そういうね、ことをね、別にまあいい人やったらいいやんかというふうな気持ちになってしまうやないか、読んでたらというかね。また女にては不実母の中宮、まあ不実母がまあ女房なんですけど、女房皇位っていうあるわけなんですよ、天皇の奥さんにね。で女房は上の方ね、皇位は下の方なんですけど、で中宮言ったら、まあ、その女房の中でも一番、まあ、皇后にあたるみたいなもんですね。不実母の中宮はことによき人にて褒めたれば、これを読まん人もその心映えを習いしたおうべきわたなるに、源氏の君とのことをかくるおばいかにとは言わんと。何を言ってるか言ったら、不実母はまあすごくいい人みたいに書かれてるから、褒めてるから、だから読む人は不実母を見習ったらいいのかなと思うかもしれないけど、実は源氏と関係してでできた子供を天皇の子や言うてね、その子を天皇にしてしまってるわけね。これは大変なことやね。いかにとは言わん。断りを持て、いわばなかなかに公職をいざのう方こそ、ありも すらめ、いかでかその戒めにはなるべき。まあそういう関係結ぶは、まあ悪気でっていうよりも公職から来るわけですね。だから公職を読んでて、まあ、公職の気持ちが強くなるわけですね。で公職を戒めるための本にはならないやろ。公職でとんでもない間違いを起こすと、しまいに天皇の女房に手を出して、それに子供がして、いや天皇の子や言うて天皇にしてしまうような、とんでもないこともで やりかねないということ、ね、その戒めにならないわね、やったいかんという。また良きことをしたる人は幸いあり、悪しきことをせん人は災いに遭う様にかきたらんこそ完全懲悪にはあらめ。だから悪いことをした人はもうとんでもない目に、ひどい目に遭わなあかんのに、そういうのは書いてないんちゃうかということだよね。で、かの柏木の君、浮船の君などの恋によりて身を失いたるなどをもてさも思うめれど、さては源氏の君をば何とか言わんとすると。さばかり恋の筋には乱れ多くして、
ことにいとも賢き帝の御種をさえ乱り奉りたる人なれば、世の常の定めをもて言わば、神も深く憎み咎めたまいて、いみじき災いにも合うたもうべきに、世の限りめでたく栄えて、帝と妃と、おとど、ね、大臣と御子に持ちたまい、その御大乗天皇の尊号を抑ええたまい、大方この世にあかぬことなく、末々まで栄えたもうを見ては、誰かは公職を慎む心をば起こさん、中頃しばし沈みたもうことありしは、ご貴殿の太鼓大きさきの横様に構えたまえる仕業として、天の下の人皆悲しみ、神仏も咎めたもう様に書きたれば、いよいよ公職の戒めにはなりがたく、懲悪の心さらになし、なお強いて断りをもて言い励まさば、この君公職によりて大乗天皇にはなりたまえるにあらずや、かくてもなお懲悪と言わんとするか、公職の戒めになりがたきよしよ、なお言わんには夕顔の巻に言う火曜の並々までは、おもえ、おもしかからざりつるを、ありし雨の夜の品定めの後、ゆうかしくおもしなる品々あるに、いとどくまなくなりぬる御心をなめりかし、ちょっと行き過ぎましたね。これより長かったね。完全上こう、この辺言ってましたね。富士山、ここがね、怒りが、これ言ってましたね。この柏木とか浮き舟の例で、この身を失いたるような、例もある、まあ、病気になって死んでしまったようなそういう例もあるけど、源氏はどうやねんとね、乱れた行為をしてね、帝の種をさえ乱り立てまつったのに、まあ普通やったら神が深く憎みとがめて、いみじき災いに遭うはずやのに、世の限りめでたくて栄えるわけですね。それで、自分の子供が帝になりますよね。で、妃と弟と、だから自分の娘も妃になるし、で、大臣にもなるわけですね。それを自分の子供に持って、その身大乗大臣っていうのは、まあ、天皇を貢献してたからね、自分の息子を天皇にして、だから大乗大臣じゃない、大乗天皇の尊号をですね、天皇っていうのは下についてる、まあ、普通天皇を辞めた人が、まあ、大乗天皇になるわけですけど、その尊号をもらっているわけですね。だから末々までこの、大方この世にあかぬことなく、末々まで栄えたものを見ては、まあ、生きてる間だけでも末々までも尊敬されていた。そうしたら、まあそういう光る現状ですね、見て、その公職ぶりを見てたらね、それを見られたら自分もそんなふうに栄が栄えるんやろうかということですね。中頃しばしばしばしちょっとだけ、まあ沈みたも、これは
妻明石、妻にこの退いてですね、不自由な思いをしたことがある、寂しい思いをしたことがあるわけで、それを沈みたもうということ、で古貴殿の女房が怒りまして、まあ、お兄さん光源氏のお兄さんが朱雀邸になるんですけど、それが古貴殿の女房の、息子やったわけですね。で、お父さんは同じなんですけど、で、それで、光源氏はその寵愛、朱雀邸が寵愛していた朧月夜という、まあ、女性と、まあ、それは朱雀邸が寵愛する以前から光源氏が関係してたんですけども、でもまあ朱雀邸が寵愛しているにもかかわらず交際続けてたわけですね。それであまりにも天皇をないがしろにしているというので古貴殿の女房が大き崎が怒りましてね、で光源氏の官位を皆奪って、で都に折れなくさせて、まあ、光源氏も都にいたらしまいにその官位を奪われるだけではなくて、まあ裁判にかけられて、流罪になる恐れがあるということですね。それで光源氏は自ら進んで妻に退いたということですね。まあ、だからそれは古貴殿の大き崎が、光源氏がやってることに対してね、まあ横様に構えたま悲願で見て勝手に怒ってるということですね。本人のお兄さんの天皇の方は、朱雀天皇の方は怒ってないというか、朧月夜の思いを尊重してたわけですね。だから問題にしてないのにね、お母さんの方がもうすごい問題にして、もうそういうことなんですね。それで天の下の人みんな悲しみ、神仏も咎めたもうと、神仏のたたりが起こりましてね、光源氏を迫害したということでね。ほんで都に帰ってこれて、まあ復権するわけね。ほんな公職が勝つわけですね、光源氏の公職。ね、まあ、そういうかで公職の戒めにはならないやろうと。善悪、懲悪の懲悪、悪を懲らしめる。心はさらにないやろうと、ね、ということで、だからはっきり言ってその光源氏は公職によって、まあ、太政天皇にまでなったようなもんやということですね。要するに天皇の女房と関係して生まれた子供が天皇にしたわけですね。で、あるいは天皇が寵愛している女性との関係を断たないで続けていたということでね、そういうね、公職によってその地位をですね、結局と、まあ、一時は失うけどもね、結局は太政天皇にまでなったわけですから、まあ公職の戒めの書ではないわけですね。そんな言われんわ。公職の戒めの書とはなりがたいということですね。で、夕顔の巻物を読んでも分かるよ。かようの並々までは、お申しかからざりつるを、ありしあまよの品定めの後、ゆうかしくも
思うしなる、しなじなるに、意図どくまなくなりぬる、心なめりかしと。この辺のとこややこしいですけど、要するに、天谷のしなさめっていうのがあってね。で、金立ちっていうか、貴族の、青年たちが集まって、どんな女がいいかというわけでね。で、それ上中下みたいにやって、あまりにその、帝の、妃とか、まあ言うたら、摂関家の娘で、帝の妃になるような人とかいますよね。まあ、そういう上の、あるいは帝の姫巫女ね、皇女。そういう上の女っていうのは、ちやほやされてて、何も分かってないようなところはありますよね。まあ、そういうのに比べて、中の女の方がいいとかね。そういうようなことをいろいろ議論してるわけですね。で、それの話を聞いて、光源氏も、そういうのに目覚めて、どういう女のどういうところがいいんやろうとか、いろいろ興味を持ってね。で、いろんな女性と関係して、その良さっていうのをね、だから物の哀れなんですよ。その女性見ても、まあ、結局、身分の高い、そういう女性だけ、あるいは、美しい女性だけ見てね、で感動するんじゃなくて、いろんな女性がいて、そこにはいろんな、まあ、感情の違いがあって、まあ、それぞれに、まあ、良さもあるし、欠陥もあるということでね。で、女について、まあ、いろんな体験をして、まあ、いろんな良さを知ると、物の哀れを知るということですね。まあ、そういうことを、まあ言ってるわけなんですね。だから、まあ、特に夕顔のところでは、その女性が、まあ、身分とか地位とか離れて純粋にね、男と女の交わりっていうか、そこの、素晴らしさっていうものに、目覚めるっていうかね、そのそういう良さっていうものをまた光源氏も体で実感するわけですね。それではまり込みすぎたもんだから、六条の宮住所っていう、まあ、家柄は皇太子の妃になったぐらいやから高いわけなんですが、木ぐらいばっかり高くてね、ですごい焼き町焼きですから、その夕顔とは名前も告げない、お互いに名前も告げない、顔も見ないで関係するというか、まあ、そういう、身分とかそういう、顔とか要望とかね、そういうものを全部名前とかなしに男と女が純粋に愛し合うというか、そういう境地の愛なんですよね、優雅を。だからそういう純粋なこの愛を、その喜びを知るというか、そういうのに対して気ぐらい高い六条の宮住所は許せないわけですよね。でもすごいこの、生き量になってですね、殺してしまうわけなんですけどね。すさまじい話じゃないですか。だからそういうようなこと書いてあるんですよ、源氏物語は。だからすごいよね。だからそういうの読んでね、道徳の勉強になれへんやろということで言ってるわけなんですね。そういうことなんですよ。だからね、源氏物語っていうのはその
人間についてまあ深くね、まあ、描いているわけなんですけど、その善悪、完全懲悪みたいなものだったら道徳教育でやってるわけではないわけですね。そういうことを、まあ、ないということが元取りの稲川が、まあ、説いてるわけですね。まあ、その通りなんですけど、そういうことですね。で、源氏物語は不敬、不倫、不幸、公職の、じゃあ逆に不道徳を説いたんかと何を言ってるかというと、要するに、完全懲悪を説いたんじゃないかったら、完全懲悪なんかしょうもないと、悪いことした方が面白いやんかというのは不道徳を説いたのかということですね。不道徳に誘うための書なんかと、不良が書いた書みたいに。公職の光源氏の物語、哀れ教えて罪誘うやということだよね。公職の光源氏の話で、物の哀れっていうものがこんな素晴らしいもんだよということを教えることによって、この罪に誘うということだよね。不義密通に誘うのかと。そういう書なんかと、不敬、不倫、不幸、公職の風潮を煽るために書かれた悪い本なのかということですね。で、それを、そういうことじゃないということでね。光、さっきも言いましたね、その富士壺というのが天皇が寵愛している女房なんですけども、まあ、光源氏のお母さんの桐壺の行為にそっくりなんですよ。そっくりだと言われていたわけね。で、光源氏はそう言われてるもんやから、お母さんのへの思いね、3歳の時に死んじゃったんかな、光源氏が。だからその思いがあるんで、富士壺をすごく慕ったわけですね。で、富士壺と、でも元服しちゃうとですね、もうミスの中に入って顔を見たり、抱っこしてもらったり、そんなできないわけですね。だからできなくなる、でも会いたいということで、まあ、すごく慕って、で、あれな、ついにその不義密通まで行ってしまって子供ができちゃったということだよね。で、そのことを、まあ、富士壺は非常に帝に申し訳ないと、まあ何も進んで富士壺はそういう罪を犯したわけじゃないんです。光源氏が無理やりやねなわけなんですけど、でもやっぱりついこのどういうんですか、あれが甘いわけですね。だからそうなっちゃったということで、罪の申し訳ない意識がいっぱいなんで、富士壺は光源氏は悪いと思ってないですから、ね、そういうことね。だから申し訳ないっていうふうな気持ちはあんまり見かけませんけどね。で、帝が亡くなってからですね、桐壺の院が亡くなってから、もう尼になってしまうんですよね。というのは、光源氏が復縁を迫ったもんですからね。で、自分の夫である、つまり、桐壺院がもう死んでしまってるから、こう、光源氏にしたら、まあ、誘えば応じてくる可能性が大きいと思っていて、しつこく迫ってくるわけですね。だから その誘いを退けようと思ったら尼になるしかないわけですね。で、尼になっちゃったということで、復縁の誘いには応じなかったということなんですね。で、要するに、もしも復縁
してしまって光源氏の女になっちゃったらまた子供ができたりしますよね。そうするとその皇太子である自分の息子もですね、実は光源氏の子じゃないかという疑いがかけられかねないということですね。だからそこから露見したらえらいことになるからね、絶対にそれはできないというので、尼になったわけであります。まあ、そういうことでね、で父帝はそのことの真相を知っていたのかどうかですね。自分の息子が武術と関係してできた子供を皇太子にしたのかどうかですけど、これは読み手によりますよね。そういうことはっきり書いてない。でもまあ読む人が読んだら、帝は実は知っていたんちゃうやろうかとか思ってる人もいますよね。これだから帝もある程度、まあ、結局お母さんを光源氏のお母さんを早く死なしてしまったわけですね。そのために息子に対して息子の母を結局帝の力がなかったためにまあいじめ殺されてしまったわけなんですけど、帝はそのやっぱり自分責任感じてますからね。で藤壺はその亡くなったお母さんそっくりやねんから、それをまた自分の子供のように可愛がったってくれというわけで光源氏ね、でそういうふうにこう仲良くするようにしてたわけなんだよ、 お父さん自身が。それで光源氏と藤壺がな、まあ、仲良くしているのに対してね、責任があるというか、そうやっとした関係するんじゃないかということも分かっててやってるかもしれない。光源氏、藤壺が光源氏の子供を産んだら、それをまあ帝にすればですね、光源氏を帝にしたかったお父さんが、まあ、力関係からできなかったわけですけど、その願いを息子で叶えることができる。それがまああったかもしれないというような思わせるようなに書かれてるわけですね。まあ、そういうことでね。だから そのお父さんの苦しみっていうことですね。書かれているという。で、ですから源氏物語を不道徳な本として特に宣伝の刑法で言うと不敬罪にあたる天皇の結局神聖さをですね、まあ、冒涜したような行為に対して結局物のあれを知る心とか言って賛美しているのでですね、不道徳な本屋という批判があった。これが藤壺ですね。で光源氏が迫っていったということなんですけど、道徳の勧めではないかと。でこれはまあさっきみたいに王権三奪物語の一種ではないかと問題視されたわけなんですね。で宣長はそれについてどう言うのかと。そもそもこの物の紛れのこと、先々の間より次々に言い来て、ここに至りて、源氏の君を見位につけ、立てまつらんと、おぼし飯よりたるところ、おぼし飯よりたるところへ落としたる次第の趣をよく考うべしというような言葉があるんですね。つまり帝は本当は
源氏を一番愛していたから御位を継がせて買ったのだからその通りにはならなかったけれど、物の紛れで源氏の実子が定位についたので太政大臣になれたところを落としどころにしていると、まあ、結局光源氏を、まあ、正式の天皇にはできなかったけど太政天皇にできたやんかということで、落としどころにもこの物語の落としどころにしているというふうに、だからあめでたしめでたしの一種なんだよということですね。だから天皇の子じゃない子が天皇に なるっていう、そこだけ捉えたら皇位三奪物語なんですけど、そうじゃなくて光源氏がお母さんの地位が低かったために天皇にできなかった、でも藤壺との、関係 で生まれた子供は天皇の子やいうことにしたから、それが天皇になれたわけですね。だからそこを落としどころにしているんだということで、別にいいやんと、もともと光源氏も、まあ、皇位を継承できるだけの、まあ、尊い巫女であるわけやねんから、それでまた反対が強いからできへんかっただけで、その代わり太政天皇にできたやんか、別に問題ないやんかというのが、その元売りの稲川の解釈ですね。でもこれはね、そういう甘い解釈ではダメやね。なぜダメかというとね、これはね、光源氏っていうのをどうして、その当時摂関政治の時代ですよ、ね、そうしたら貴公子の中で結局まあ摂関になるような藤原氏の、まあ、摂関家のですね、御曹司っていうのが一番の前たら、権力上昇できる場所にいるわけですね。摂関家の御子の、まあ、言うたら恋物語というふうに設定して、それで自分の好きな人が結局天皇の女房になってしまったけれど、まあ里帰りした時に関係して、でもう自分の子やとバレたら大変な不義密になるからバレないようにしてで天皇の子やったことにして、でそれが皇太子になり天皇になったと、で本当のお父さんである摂関に、まあ、自分がなって。そしたら結局自分の子供を天皇にしていることになりますよね。そして摂関家が天皇家を簒奪していることになってしまうということですね。そういうことも起こりうるいうことが源氏物語を読んでたら分かるわけですね。だから主人公は摂関家の御曹司じゃなくて天皇の御子やったことにしたわけですね。そうしないと摂関政治を、まあ、言ったら批判していることになるわけですね。摂関家というのは天皇家と密着してですね、本当にその天皇の子なんか摂関の子なんかわからないんじゃないかというのが現実なんですよね。そうするとそれを批判しているようなな物語になってしまうから、そうは書けないわけです。そう書いたらえらいことになる。だからまあ実際にはもう権力がない、天皇と天皇の御子をモデルにして書いてるわけですね。で物の紛れはやってるけども天皇家内部の紛れやから別にええやんかと元りの中に言わしめてるわけですね。でも本当の物語として書きたかったのは何かというと、物が紛れるいうことですよ、ね。そうしたら何もこれは
天皇の御子やったから紛れたわけじゃないわけですね、光源氏、と富士坪の関係とかを考えてもね。だから摂関家の御曹司と、のいろんな恋物語っていうのがあって、そこで天皇家の女房とか中宮とかとも関係してですね、でも自分の子や言われへんから天皇の子やいうことに なるわけですね。ならんとも限らんことが源氏物語を見たらよくわかるわけですね。よくわかるわけ。だからこの物の紛れっていうのをね、大問題なんですよ。実はそれを描いているということがね。だから摂関政治の前から本質をついてるわけなんですね。公職によって皆の関係を藤原氏とか持っていましてね。で、女房とかね、そういう行為とか天皇の、奥方たちっていうのは摂関家から入ってるわけですよね。で摂関家の思えたら親戚ですやん、みんな。だからすごい仲いいわけ、仲いいというか関係、男女関係もいっぱいあるわけですね。だからそれはもう何かねないわけで、この光源氏の物語は実はそういうこの物の紛れが起こるっていう必然性を描いているということですね。だから天皇家も摂関家も秩序がこう一貫して流れているように見えるけど、もういっぱい紛れまくっているということをですね、書いているんだということですね。まあ、そういうことをやっぱり見抜かなかったらいけないわけです。源氏物語というテーマは実はそこにあるということですね。でもそれやったらそういう狙いというのは、まあ読む人が読んだら分かるんじゃん。ね、藤原氏の王権三奪の三奪というのを、まあ、批判しているようなね、あるいは物語っていう道長なんかが読んだらね、分かるんじゃないかということですね。これは道長ですけど、 でも道長は紫式部と仲良かったらしいですよね。ね、だから道長と関係してたかもわからんという説もあったぐらいです。紫式部が。でも道長はこの物語を読んで摂関家に対するその批判のために書いたとは思わなかったわけですね。で物のあれを、まあ、見事に描いていてですね、その感動したわけなんですね、道長自身はね。ほんでやっぱりそれは道長にせあここちょっと読まない。摂関家の実施が行為につくことも起こりうることを感じさせる。それでは、紫式部は物の紛れを起こして王権の血統の正当性を虚妄にするのを目的に源氏物語を書いたのでしょうか。紫式部に政治的意図があって書いた証拠はありませんが、光源氏の行動が物の哀れの見本となることで、これを摂関家が行えば物の紛れが皇族の範囲にとどまらないリスクをはらむものになっていることは確かですということですね。ということは己の心情のままに行動することを良しとする主張主義的価値観は、それを生み育てた王朝文化の根底を危うくしかねないリスクを抱えていることを紫式部はあぶり出していると言えますということですね。だから物の哀れを知れる行動を紫式部は無条件に
賛美しているわけではないのじゃないでしょうかと、ね、不実母の行為をね、あれやんか、宣長はね、良き人の行為やと言うけども、不実母自身は精一杯拒んでいるし、光源氏の女に進んでなったわけではないわけなんですね。大体不実母は本当に光源氏を愛していたかどうかということをテーマにした論文もあるぐらいなんで、だからこの物の紛れが、まあ、起こってしまっているっていうその現実を描くことによってこの貴族文化の危うさっていうものをね、描いているわけなんですけれど、そこにまあ言ったらその危ういんだけれども、まあ、そういう中で雅な心が培われてですね、で雅な文化を生み出しているわけですね。でそのことによって、その貴族文化が素晴らしいっていうことをも読めば感じることができるということでね、それで感動してるわけで、みんな貴族たちは。ほんで道長もはじめですね、光源氏のやってることは、まあ、道に外れていることもあるけれども、それは物の哀れによって行ったことで、純粋な気持ちでやっているということでね、で そこで生み出される言葉だとか歌とかですね、で舞を舞ったり絵を描いたり、まあ、いろんな文化創造というのをやっていますよね。でそういうものに素晴らしいその貴族の文化というものが出来上がっているということで、それを読んで感動するわけですね、やっぱりね。だからこの物語は素晴らしい、最高やというふうに言われるわけで、そこにやっぱ感動させるだけの、要するに道長が読んでもそれは摂関家に対する批判をひょっとしたらまあ含んでいるし、まあ、含まれているということはよう分かると思いますけど、分かっててもでも感動の方が大きいから、それほど反発しないわけですね。それでもってですね、貴族文化はしょうもないとは思いませんからね、まあ、そこで一番の不安になっているということですね、道長自身がね。でだから源氏物語はなぜ古今東西最高の傑作なのかということで、まあ、そこまで、ね、ちょっと半分切らないのかな、ね、一言に気配色分けうつつなり、心のひだの余すとこなしと、まあいうことでね、一人一人の、まあ、女性とかの、どういうタイプの女かということで、色分けがもう本当にリアルであるということですね。で心のひだを余すところだけ描けている物語として最高やという理由書いてあるわけね。この伊藤仁斎が宇宙第一論語を宇宙第一の書と言ったんだけど、宣長はそれをまあ言うてみたら念頭に置いてかなんか知らないけど、大和もろこし古今、それから行く末やな、行く先にもか、たぐうべき文はあらじとぞ思うゆると、いうわけで、まあ古今東西未来過去未来ね、これ以上の作品はないということですね。古今東西の最高傑作である。草々の心映え、心の物語、
書どもの中に、この物語はことに優れてめでたきものにして、大方先にも後にも類いなし、まずこれより先なる古物語どもは何事も差しも深く心を入れて、かけりとも死も見えず、ただ人渡りにてあるは珍かに今日ある胸を今日あることを胸とし、驚驚しき様のこと多くなどして、いずれもいずれも物の哀れなる筋などは差しも細やかに深くはあらず、またこれより後の物どもはさごろも、あ、さごろも物語っていうのなどは何事ももはらこの物語の様を習えて模倣で過ぎないことでね、心を入れたりとは見ゆるからものからこよなく劣れり、だからもう二番煎じやが劣ってるっていうことですね。まあそういうことで、最高ということを言ってるわけでね。みんな異なることなし、ただただこの物語ぞこよなくてことに深くよろずに心を入れて書けるものにして、すべての文言葉のめでたきことはさらにも言わず、世に降る人の佇まい、春夏秋冬折々の空の景色、木草のありさまなどまで、すべて書き玉めでたき中にも、男女その人々の気配心ばせ、おのおのことごとくに書き分けて褒めたるさまなど、つまり人物の書き分けっていうのがね、優れてるということが言いたいわけなんですよね。要するに典型的な人物をこういろいろやって肩にはめてるんじゃなくて、ほんまに生きた人間、その人がいるかのようなね、ふうに書けてるということ、そういうことですね。気配心ばせ、おのおのことごとく書き分けて褒めたる様なども、その皆その人その人の気配心ばえに従い、気配っていうんですから、まあ本当に生きた人がそこにいる匂いとか感触がね伝わってくるっていうことを言ってるわけですね。気配心ばえに従えて一様ならず、よく分かれてうつつの人に愛見るごとく、押し量らるるなど、おぼろげの筆のかけても及ぶべき様にはあらず。さてまたよろずよりめでたきことは、まず空踏みなどは世に優れたりというも、空踏みって中国の書ですね。世の人のことに触れて思う心のありさまを隠ることは、ただ人当たりのみこそあれ、意図荒く浅きものなりと、すべての人の心というものは空踏みにかけるごと一方に月切りなるものには、月切りって おかしいですね。人方なんせ肩にはめられないっていうことを言いたい、一つの肩に月切りになることはないということでしょうね。深く思いしめることにあたりては、とやかくやとくだくだしくめめしく乱れあいて、定まりがたくさまざまの熊多かるものなるを、この物語にはさるくだくだしき熊々、まで残る方なく、意図も詳しく細かに書き表したること曇りなき鏡に映して迎えたらんがごとくにて、大方の人の情けあるようを書ける様は、大和もろこし古今行く先にも類
べき踏みにはあらじとうと思うということで、まあ要するに詳細に当たるまでですね、駒ヶ浜に書いてるけど、その書き方がまあそれぞれ素晴らしい、もうリアルやということでね、こんなものはもう絶対書けませんよということですね。また全ての巻き巻きの中に珍しく驚驚しく、目覚むるようのことはおさおさなくて、始めより終わりまでただ世の常のなだらかなることの同じようなる筋をのみ言いて、糸長き書なれども読むにうるさく覚えることなく、すごい長いけれどもね、全然飽きないということですね。読むことなくて、ただ続きゆかしくのみぞ覚えるかし、まあ、次どうなるんかなと思って、ね、ということでね、己を己教え、己教え子供のためにとか、教え子の違いますね。己教えやね。己を教え子供のためにか、自分だけじゃなく子供のためにっていう。早くおりこの物語を読み解きて聞かすること、あまた帰りになりぬるを、あだし師匠どもはがばかり長からぬだに、特に生む心も混じるを、これはさしも長き書にて、年月渡れどいささかも生む心いでこず、旅ごとに初めて読みたらん心地して珍しくおかしくのみ覚えるにも、意味じく優れたるほどは知られて、返す返すめでたくなんと、まあ絶賛しているわけですね。要するに、長くても駒飽きへん最後までというね、ということで、こういう物語はちょっとないですよという、まあ、絶賛のりながらをしているわけなんですね。だから通り一遍のが、まあ、多いけども、そういうことですね。だから物珍しく興味を引きそうなことを主に書いていて、不気味で気味が悪い様子を大げさに表現するようなが、まあ、多いけれど、今までの他の物語はね、物の哀れなる趣っていうものを深くやってるわけじゃない、びっくりさせるような話、ね、ということに対して、現状はそうじゃないよということですね。まあそういうことで、光源氏の物語は、最高傑作だということをわつらってたと書いてる。これ皆訳ですね、さっきのね。この物語を、さっきのちょっと訳が読んでて分かりにくかったと思う。自分が教えている子供のためには、早くよりこの物語を読み解きて聞かせると自分に多くの教養が身につくのですが、中身のない書物は源氏物語のように長くはないのに、解説するのにすぐ飽きがきますが、源氏物語はこんな長い物語なので長い年月がかかってしまいますが、少しも飽きが来ることがないということですね。読み返すたびに初めて読むような気持ちになって新鮮で興味深い。まあこれは確かにそれはありますね。源氏物語のこうやってるともう常に新しい発見というありますよね。
そういうことで、まあ、古今東西最高傑作みたいなね言われ方をしている、まあある意味当たってるところもあると思いますけど、これは怨霊やね、六条の宮住んどころが乗り移っている、まあ、こんな前たら怨霊、生き霊とかが取り付いたりこうするわけですけどね、それでもそういうふうなところはドキドキするから面白いでも読むという、まあある意味エンターテインメントに徹しているところもあって、まあさっきの夕顔の話なんかでも、すごい話ですけど、そういうのが入ってたりして、要するに紫の上っていうなんか富士坪に似たね、少女をこう脱力、何言うの、脱力じゃない、何、脱力っていうんですか、奪ってくる脱力婚をして、で自分の気に入ったように育てていくっていうふうな話がありますけど、それはメイン、それだけがメインじゃないですね、それはもちろん筋の中に重要な役割をするんだけども、まあ中にはその怨霊が出てきていっぱい殺されたり、なんやかんやこう彩りがいっぱいありますからね、展開がすごく、まあ、面白いところも、まあ、サービス精神が旺盛なところもありますね、まあ、そういうことであれなんだけども、でこれちょっとあっとけへんけど、俺キリがないですよね、あそうか、もうやってしまう、そうですね、ちょっと切りますやっぱりね、もう疲れてきたしね俺次のやつはだから、あと残りと、物の紛れの神住吉明神との関係ですね、え、そうか、の話をすることにしましょうか、ちょっと切りますわやっぱりね、疲れたね、停止。